コリエ。I think about you all the time。で、なんて意味？じゃ、それ。頼むから、俺の話も聞いて。高校生はダメ。駅まで送る。いい。ああ、そういや高岡さんって堀江と友達なの？ああ、匠の船地。以上です。キスは？こうやって防いだ。それ見え。なんで？今のなし。なんでそんなこと聞くの？人の話を聞け。だってその木島くん童貞だし不安でしょ。余裕のペースを取り戻さねば。私は全然余裕なんだけど。何それ？余裕ってなんで？なんでって何？怒ってる？まさか慣れてる？慣れてない。全部初めて。キジマくん怖い！マジ？勘違いしないで。はーい。堀江ってばいろいろ焦りすぎ。ストレートに言う？いや、堀江が傷つく。遠回しに言う？こっちだ。堀江。何？トイレで大事なことを忘れてない？懐中電灯忘れてた。それも大事なことだけど。このまま戻ると他の奴らにも見られる。スカートを引っ張る。いや、変態だろ。やっぱストレートに。でも堀江泣きそう。待って、あんまり先歩かないで。見なかったの？あれ？襲われる！キジマ、俺自販機行ってくるけど何かいる？俺も行く。ああ、どうしようかな。行ったかな。あとはどうやって抜け出すか。キジマのせいだ。またに。何これ、山跡とかにふにっとしてる。やめて。猫。おい、出てこい。堀江、俺に会いに？違う！いや、違わないんだけど。あの、あいつら戻ってくるまでに出て。何も言ってないのにフォローしてくれるなんて、バカ。ところでさ、俺、堀江のどこ触った？変に柔らかくてあったかかったけど。何に言ってんだ！早く洗って！分かったから、そんなに恐ろしい。あ、堀江さんがキジマンを襲ってる。違うの、これは違うから。パーティーどころじゃないね。部屋出よっか。出ないで、あそこ行く。聞いて。私も行くわ。堀江くん、待って。勉強、教えて。嫌だよ。どうして。堀江くん、頭いいじゃない。じゃあ、俺の言うこと聞くのが条件な。うん、分かった。何でも聞くんだな。いいよ。優しくするぜ。うん。いや、する顔でもしないよ。勉強があるし。出たよ。来てよかった。木島くん、お弁当作ってきたんだ。それで元気出して。はぁ、ちょろ。うわ、豪華だ。それに精のつくものばっかだ。木島くんに元気になってほしくて。嘘じゃないし。ありがとう、いただきます。おいしそうに食べてるね。私の計画もつゆ知らず、あんな嬉しそうに。かわいい。くない。別に。お茶飲むよね、あったかいの。今だよ、ズバッと断る。太もも掴まれた。木島のすねはそこから。
俺今日なんか変だから先帰って。このままじゃ堀江に何かしそう。しないの？え、木島くん好きな人とはしたいんでしょ？なんでしないの？だって自分の欲より堀江のこと大事にしたい。好きってそういうことだよ。自分より私のこと。帰る。あの堀江、今日はごめん。もう私のこと誘わないで。私やることいっぱいあって木島くんに構ってる暇ないの？この人はダメだ。こんな気持ちで来られたら勉強できない。私の中いっぱいになる。私勉強ができないの。でもあれ、木島なんでそんな顔してるの？でもちょっと嬉しいかも。シーツがほてった体に気持ちいい。このまま眠りたい。